微妙、江戸時代、全県古実より。が、菊池要塞微妙は、鎌倉時代前期の白拍子。父は、右平衛藤原ためなり。研究年間に、父ためなりが残限のために、京から欧州へ追放され、母は、嘆きのあまり死去し、7歳で孤児となった。兼任2年3月、鎌倉幕府将軍源よ頼家が、 ひきよしかずの屋敷で花見を催した際に召され、より家の前で舞を待った。その席で微妙は、父の行方を探すため前の修行を積んで東国へ、赴いたことを、涙ながらに、より家に訴えた。それを聞いた者は皆涙し、早速欧州へ使者を派遣することが決められた。数日後により家の母政子が、将軍御所を訪れ、微妙の舞を鑑賞した。その後、 微妙は、雅子の屋敷に引き取られた。8月、欧州へ派遣されていた死者が帰参し、微妙の父はすでに死去していたことが判明した。微妙は、泣き崩れ、10日後には、父の母体を弔うため、名誉より英才の全貌で出家を遂げ、法名を、もちれんとした。雅子は微妙を憐れみ、深さわざとのあたりに居所を与えた。微妙と、密かに通じていた。 ご家人の心安忠は、海の国へ下校している間に、微妙が出家を遂げたことを知って起こり、英才門邸の僧たちの部屋に乗り込んで問いただした。僧たちは恐れをなして御所へ逃げ出し、安忠はそれを追って打ち据える騒ぎを起こし、政子の怒りを買っている。ありがとうございます。